こんばんはよいしょ。こんばんは。どうも。いかがですか。こんばんはです。こんばんは。 こんばんはですどうもはいとても部屋の隅からお届けしております <laughs> とても隅っこですクリスマスが終わりましたね 世の中もう年末ムードってやつですねクリスマスが終わりまして、えー、なんか一気にあれだね片付けがすごい早いんだねみんなそりゃそうかなんかこうクリスマスの前からさツリーを飾ってみたりとかさ街とかこう施設とかってで ね、すごいクリスマスだクリスマスだって盛り上げてその日が過ぎた瞬間にもうその日のもう夜中とかに片付けちゃいますもんねすごいな世の中そうやって作られてますもんねこうイベントごと地行事というかトレンドみたいなこう、ね、トレンドというかもうイベントそういうもんですよね片付けすごく早い。 <laughs> みんなもう年末だもんね年末なんだなってねえほんとだよね 洋服はサンタさんみたいな <laughs> じゃあなんか私だけ取り残されてる人みたいじゃないですか <laughs> 私だけなんかまだクリスマス気分みたいなさよねえクリスマス気分じゃないわよ別にこれ何回も着てるし <laughs> ええ ていうかあれじゃなないですかなんかん配信30日に配信するよって知ってますか30日でにニコ生さんでしたっけはいなんかニコ生さん久しぶりの東まいやそんなことないかそんなことないかでも全員でこうなんか ニコ生さん配信するみたいなの久しぶりかなちょっと前にこうなんか梨花さんの卒業コンサートのやつをなつきちゃんとまりなさんと3人で実況配信みたいなのあったけどなんかそれ以降ないですねだからまあ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 ってに。 息め待って <laughs> そうそうそうあのー、なのでということですね本当にはい全員では9枚目の発売以来あれーそんなにえそっかあの「全然全野菜」みたいなあれ確かにコなまさんでしたよねりかさんの卒業コンサートの「全然全然全野菜」みたいなやりましたよね5日前なのか。 <laughs> 普通にね5日前とか4日前お全然全然全野菜みたいなそっかあれそれは何ショールームあれな,なんかねでもそっかってことはもう7月とかってことでしょ8月頭か7月末か これもう十二月末になりますもんね。あとありがとうございます。いや多分なんですけどね本当にあの年末になりまして皆さんやっぱなんか。 年末年越しの準備みたいな街でもねこうなんか「よいお年うって言い合ってる人々が多くって私も一緒になんか言うんですけどね混じってる人みたいに「<laughs> よいお年うって言い合ってる人の隣をこう通り過ぎる瞬間に「よいお年うって言うんですよ。参加してあたかもこうなんか。 その会に参加ししてましたいや無理があるんですけど分かってるんですよいいかなって思って「いよいよお年をお過ごしください」まで言わないといけないハートありがとうございました なんかいよいよ年をっていいよね <laughs> いいよねっていや足首が寒いですねそういつもよりね格納今ねこれねあの 加湿器に立ててる加湿器のこのこのちょっとこう風がさこう加湿器があってさ風を出すためのこのところのここにスマホを立ててるからでも今ついてないからねスマホは加湿されない。 いやーなんかあのはあ、みんなに会いたい <laughs> うんきゅ あ今日も公演だったよね忘れないでください私のこと忘れさすがに、まあ、この短期間では忘れないだろうけどあでも30日はね出るんですよ30日のお昼公演があって夜公演はなくて夜にそのみんなで配信をするとい,ういった形になるのではいイエーイ <laughs> イエーイ とということなのでね30日がきっと劇場公演納めというかえ割と久しぶりに公演に30日出るからさあれ今日が27で明日が28でだからあさってかそうだよねそうなんですよに、えー、あるのでいや瀬戸りはねさすがに覚えてるよ ただなんかほんと振りと立ち位置がさこう急に飛んだりするからさそのまだ2回日,日数でいうと2日しかやっててないのでいやまきっと大丈夫だけどでもちょっと「ドドキドキしながら出ますねこ,うこりの丘公園をさ回数を重ねてやってきたらもうなんか不安要素なんてないじゃないですか何回もやってたから。 何十回もだからに比べたらちょっとドキドキはしちゃうんですけどでもまあ大丈夫かな <laughs> まあ2週間ぶりそっかなんか何回もやってる公演だったら2週間ぶりは別に大丈夫なんですけどまだ始まったばっかりで。 えー、私個人としては3回目の出演になるあでも4公演目か4公演目3日目の出演になるので身長伸伸びびましたか伸びてないですあそうそうそうなんか結構その今の公演ねメンバーのこうポジションがいろいろ入れ替わったりとかあの何ポジもね覚えてたりする感じでみんなでこう回していってる感じな ののでその動線だったりとかねすごいなんか裏事情なんですけど <laughs>。とかっていう確認がやっぱリハーサルの時間が結構やっぱ長く取られてたりとか本当にねすごいよね。あのなんだか本当にはいはい。はい うんということなので <laughs> でもすごくあのー、皆様来ていただけたらいいなと思っていただけるように頑張るのではい30日はぜひ 大丈夫かなな待っってて急にに不安になってきたえっんか今さ考えてみたの自分の頭の中で公演その1曲目からね友達でいましょうから「てててててて」から「てててててて」は大丈夫なんだけど私空き缶パンクとかできるかなって今思った。なんかふと <laughs> <laughs> 今さコメントで「空き缶パンク好きだよ」って言ってくれた人がいてさ「空き缶パンク」う <laughs> 大丈夫大丈夫だよね大丈夫だよ5年もやってんだからアイドルそうだよプロフェッショナルですよもう大丈夫 いやンパンクさでもマイク移動したりとかするマイクをさはめたりさ話したりさなんかスタンドもさいろいろこう運んだりとかするんですよ曲中にねスタンド結構使うんですよスタンドマイクで私ねスタンドマイクね苦手なんですよ <laughs> てか初めて使ったかもなんか スタンドマイクがあのー、あると本当にあのねはから見てる3倍くらい踊りにくくて1サビとかさこうあのスタンドマイクにマイクをさしてこう片手で持って歌い踊ってるんですよ「あキーカーンを軽飛ばすように」言うて。そうであっ、の、て、ー、るんですけどすごくね 踊りづらいんですね <laughs> 言うてそうそうなのスタンドマイクあ私はスタンドマイク足で起こせないですねなんかあのひのちゃんのポジションひのちゃんがねすごい上手に足でもなんかスタンドマイクを起こしてたなーっていうのはすごい思ってたでもなんかゆうなちゃんは スタンドマイク起こそうとしたら真逆の方に倒れていっちゃってめっちゃ恥ずかしかったですって言ってた <laughs> かわいい私は絶対できないですねなんかスネにぶつけそうじゃない <laughs> 足のさすねにさ絶対さスタンドマイクさあれは痛え想像するだけで痛い痛たたたたたた <laughs> それなえ絶対痛いよね足でスタンドマイクさ起こそうとしてさ常にさうわー想像するだけで痛い痛たたたたたたいや痛いですねやっぱ無理だ だからあのー、私いつも手で持ち上げて起こしてるんですけど <laughs>、あのー、それで今後のもね行きたいあと思いますその後歌わなきゃいけないしね私歌割りなんですよそう「こんなちっぽけな人生何をかっこつけてる」って歌ってるので <laughs> そこでねちょっとすねを負傷してるわけにはいかない。 えやばいな大丈夫かなかっこいい曲なのでねそう <laughs> いや結構あのねい聞いてほしいの空き缶パンクね振り入れの時にね ののね時間がすごく足りなかったのそれでみんなあのー、言い訳タイムですよこれもう,言う最初から言いますね言い訳タイムだって言い訳なんですけどみんなその2回目のレッスンの時にこう確認と振り固めをしてたの。でも私その日別案件でレッスンに参加できなかったの。だから 自習練でみんなのその映像を見てああーだなこうだなとかもう1回目の振り入れの時にあのボロボロの状態で時間が来ちゃって終わっちゃったの。でマイクの移動もあるし振りもなんかなんかだしそう。ということででもなんか「期間パンク」ってそのなんか結構。 振り切らないといけないのに結構もたもたしたらなんかもう見てらんないじゃないですかだからもうどうしようと思って本当にどうしようと思ってでいたんですよね頑張ってんですよなんか私ね本当にねなんかねあのねなんか 恥ずかしちて <laughs> 急に <laughs> ちょっとあの <laughs>、あのー、明るいところでその明るいところでちょっと何言ってるのかわかんないですけどうん そうなんですよなんかかっこいい曲じゃないですかかっこつけるのとかあのー、結構気持ちをこう振り切らないといけないじゃないですか中途半端にやるのは恥ずかしいじゃないですか一番そうただこう振り切るぞ行くぞ行くぞっていうこう結構自分のその「あのー、よし行きます!」って言って行くタイプなので。 はい <laughs> はいそのんか「はい!」なんかこう,こうなんだろうな人に声をかける時とか発言をする時もそうなんか頭でどう考えようかなとかっていうよりも手が先に上がってますみたいなそういうタイプじゃなくって私はこれからこういうことを述べますね。 ここういういいとを意識ししていきますよそれでは発321レッツゴーみたいな感じであの行くぞってこう決めてから行くタイプなんですけどそう,そう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 いう感じでしてあんまこうなんかしゃべりたいから「入、はい、っていってこう行けるタイプの人じゃないんですよ。 そういう人見ると本当になんか本当にすごいなって思うんだよね。もうだからもうだからねあのはいまあ、ちょっとそれとはちょと若干なんかまた違う話なんですけど <laughs> 結構だから気合を入れてるんだよってはいだからとっても三十日が不安で <laughs> いやー不安ですね。 だんだん不安になってきたよ大丈夫かな大丈夫だよこれ今脳内会議ねそうなんか私頭の中で脳内会議が始まると静かになるんですけど黙り込んじゃうんですよただでもね分かってほしいのは私が黙ってる時ってその頭の中の はるかのはるか同士のこう会話を。静かに私は聞いてるんです。そう。なんか <laughs>。すごい喋ってるの。はるかたちが。すごい喋ってて。それを。って聞いてるんですよ。それで。フリーズしてるの。そう。っていうのを、この前お母さんがすごい分かってくれてて。あ。 母は偉大ななりりってなりましたいやお母さんは割とさらっとした性格であのそんなにこう悩み込まない考え込まないですかね。はい。 でも多分私のことは結構分かってくれてたりしますね。うん、いやでもほんとさだからなんだよね。だからね30日の これ先に言うの初めてなんですけどこ全員の配信あるじゃないですか多分フリートークのところ私多分ほんとトークに入れないと思うんですねいつものごとくだから <laughs> もうすごいあのでもいつもこう画面のだからコメント欄とかよく見てる見ながらねみんなの話に会話参加してるんですよであのー、こうさ大きい画面にさコメントがあの 流れてくるじゃないですか先に言うの斬新ね初めて言いました <laughs> あの「村長今日静かじゃない?」っていうコメント毎回流れてきてねそれをこうコメントに気づくんですよ読んでるからっ,っ, <laughs> ってなってるのそうそうそうみんな喋っててねそうそうなの あの振られたら話しますに振られて話さないようにそんなことない。なんだけどあのこうみんなの会話が盛り上がっているしみんなこうなんか誰かがこう言ったことに対してこうその線に道に沿った新しい視点からとかの重ねたもっと分かりやすい言葉とか,こうなんかもうどんどんこう盛り上がっていくじゃないですか。たただこう自分が喋った時に なんかその道をこう崩してしまうんじゃないかっていう不安やなんか言いたいことがつまりどういうことなのかよくこうそこまで定まってもないのになんかポンとこう言葉が出てくるっていう感じじゃなくてもう本当にあの本当にこうなんか。 もうその場に適した発言を考えてたらいつの間にかもう次の話題に行ってるみたいなということなので先に言ったのは初めてです何年間もうこうニコ生さんの配信とかね全員配信をやってきたのはたくさんあるけど初めて言いました多分30日もあの <laughs> 今日村長静かじゃないってなんかみんなが思うような <私笑>いやでもあの頑張りますよこう最初から諦めてるわけではないのいつも思うのいつも今日こそちゃんとみんなの会話の中にあのすごくこう会話の中心になるわけではなくてもいい,いけどとにかくこうなんかあの影が薄くならないようにしようっていつも思いながら参加するただ結果めちゃくちゃ影が薄くなっているはいもう。 本当にねねななんでなんでですか、ね、あのまあまあまあでもあのねコーナーによってはありがたいことにねこう喋らせていただくコーナーだったりとかあの司会の方とかがね、まあ、すごい気を利かせて振ってくれたりだとかねあとね私の相づってねめちゃくちゃ影が薄いのみんな気づいてたあの結構こうオウム返しとかしたりとかさ「えー」とか「おー」とかさ結構大きい声で言ってたりするんだけど お声はるかみのある A とか O とかではないんですよだからすごくこうなんだろうマシモンが合図地言ったらさあマシモンが合図地言ったなってすごいわかるじゃないですかでも私ってめちゃくちゃん誰が今合図地言ったのかなみたいななんかすごいねあの本当にわかりづらい発言なんかすっごい多分ボソッと喋っちゃう癖もあってもっとねハキハキ喋ろうってすごいママに言われるし自分もすごくそう思うんだけどあの本当に本当になんかねあの 多分もう根っからすごくなんか影が薄いんだと思うんですねなぜ急に早口になるんだいやなんか分かっちゃった気がして自分がそのなんか今ちょっとなんかね元気になっちゃって元気に喋っちゃってるんですけど何がって本当にそう人として 欠けてる部分があもうなんか当たり前にみんなができることが私だけできないってことやっぱあって私だけこうもう19歳半年経ったんですけど「あそうだそうだそうだす昨日 <laughs> 昨日26日でありがとうございますおめでとう」って言ってくれた方結構いてあの昨日26日だったので「19歳」。 六ヶ月記念日、十九歳になって、半年が経ったんですね。そうだ、そうだす。<laughs> やばー、ありがとうございます。はい、で、その十九歳、半年が経って。もう今日からね、十九歳も残り半分を切ったということなんですけど。やば。え、それ結構やばい。まだ十九歳になりきれてないところもあるんですけど。なんだけど、あのー。 その何を言おうとしたんだっけなあの本当にこう人間って10歳までにこう大体の人格というか性格が形成されていくってなんか聞いたことがあるんですけど私の場合それが全くないわけではないんだけど結構人よりないんだなっていうのはすごく感じてて今まで割とみんなそうだった となんか勝手に思い込んんでたけどな,んか、ね、そうじゃなかねもうこの年になるとすごくみんな自分がどういう群れの中でどういう,こうなんか人としてこう自分のポ,ポジションを確立しているというか別にその明るい人でも静かめな人でも自分っていうものをちゃんと持ってるんだなって私って割と本当にその場に合わせようとしちゃうというかもう本当なんか。 だからなんかもうダメなんですよねでなんか無難に結果なっちゃうというかもう本当にあ30分になったすいませんじゃあちょっと30分になっちゃったのでそろそろここら辺にしたいと思いますあっア違,違うよ私は本当にあ、そう27歳の設定じゃなくて27歳なんですよ中身はねで2回目19歳を過ごしてるっていうことでその2回目の19歳が半年経ったということなんですよそうなんです はいまあちょっとあれなんですけどすいません本当に。<laughs> ということでまあじゃああのー、じゃあ以上ちょっと配信できたのが久しぶりだったんですけど一応私は元気ですよっていう配信でした。<laughs> あのショールームのフォロワーさんがあと10人くらいで1万人に予約なるんですけど行きそうで行かないでたまに見たらちょっと減ってるみたいなすごいねこれでも多分さ行かないんじゃないかなってだってなんかさ99まで来たらさじゃじゃあ違う違う00になったらさ自分1人外したら99になるじゃんだからさ 行かないんじゃないかなって思ってるんだよね <laughs>。はい。じゃあ男女の皆さんを読みますね。十三位リチュさん、十二位ヒラリさん、十一位ユージさん、十位スマイルさん、九位テッチャンさん、八位三つおきさん、七位トシヤさん、六位タザワさん、五位マーチさん、四位ピョン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 さん。 三位、勘九郎さん、二、ゆららさん、一位、ひよぽんさんです。ありがとうございます。いや、そうそう、この前までね、あと四人とかだったんですよ。誰?。六人も外した。この三日くらいで <laughs>。いや、でも、なんか。意外と。こう、地道に、地味に、最近。 配信をしてていたたので、ここ数ヶ月地味に増えてたんだなってなんかショールームのフォロワーってもう増えないかもなって思ってたけど地味に増えててちょっと嬉しかったんですけどじゃあもうなんかあの <laughs> いやそうねじゃあちょっとじゃあ皆さんありがとうございました。 元気をいただけて嬉しいですじゃあおやすみなさい皆さんもあの良いお年をあ今日はまだ全然あのあれですね今年最後の配信ってわけでもないですしはい30日劇場にお越しくださる方はお会いしましょうそして、えー、何ですかね配信も夜の配信もぜひご覧くださいはいじゃあ皆さんおやすみなさい <laughs> またねありがとうございました。バイバーイイ